画面の前の皆さん、こんにちは、こりつらです。ということで、今回はモグちゃんのマーク2ですね。こいつが登場したんで、使っていきたいと思います。まあ、結構射程の弱体化が入ったりだとか、あと直近だとドラゴンブレスのダメージの弱体化が入ったりとかして、まあ、割と、アーガスにワンチャン、こう、ワンショット系ショットガンの座を食われがちな気もしない。今のもね、やっぱワンショットじゃ仕留められないっていうことが、非常にこう、増えてきてる気がするんですよね。まあ、当然弱ってる敵に対しては、まあ、当たり前のようにワンショットなんですけど、まあ、ボディアーマー着てる敵だったりとか、こういう敵も、やっぱ2発当てることが前提にこうなってきたシーンが増えたかなと。今までだったら焼夷弾のおかげでかなりの距離をね、まあ時間差はあれどワンショットで仕留めることができたんですけど、今はもう時間差含めても仕留めきれないことが増えてきたかなという気はするかな。まあやっぱ焼夷弾は時間差で敵をダメージ与えるんで、そこがね、アーガスは、まあ冒頭に動画貼ったかもしれないですけど、アーガスはこう速攻で敵の体力をゼロに持っていくことができるんで、ファイヤーブレイクを仕留めた。ヒル貸して。アタックパックを破壊された。 UAV 出撃準備よし。そういうところもまあアーガスの方がいいのかなって気がするけど、やっぱり一発ずつ弾を込めるので継戦能力が高かったりだとか、今のも2発キルだもんな。おい、今のも結構頭に当ててるつもりで2発キルだしな。いやまあやっぱその辺はいろいろ、まあ同じワンショットキルショットガンだけど差別化できてるって感じなのかな。ちなみにアーガスを今使ってますけども、アーガスの方がやっぱワンショットは入れやすい気がするな。完全にそんな気がする。ノーマットダウン。アーガスの方がやっぱワンショット、あーでもここはやっぱガバイとどのみち2発キルにはなっちゃうね、ワンショット系ショットガンは。まあどちらにせよ、あとカスタマークのね、まあ問題とかもあるしね、オペレーターもっとカスタマークを非常に食うみたいなところもあるし、まあその辺ショットガンガチ勢の方はどっちがいいんだろうね。ちょっと気になるところだね。まあ何はともあれ今回はね、ちょっと久々にモグさんの、新しく出たマーク2使っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そんなわけで使っていきましょうか。モグマーク2、ロンバレラピッドファイア、クイックドロー、ドラゴンブレス、スティームショット、ガンホーでチームデスマッチですね。新マップのチームデスマッチ遊んでいきたいと思います。お願いします。まあ、完全にね、海外ロビーなんで、ちょっとまあ、ショットガンを使うのは、しかもワンショットのショットガンを使うのは気が引けるところの騒ぎじゃないんじゃが、まあ、とりあえずせっかくなんで新マップも紹介したいんでね、このマップで遊んでいきますよ。しかもこのマップ割とロング多いんだよな。まあ、頑張っていくわ。前回紹介したベンデッタが黒、赤だったのに対して、こちらは黒白ということで、まあ、いずれにせよかっこいいね。クソかっこいいと思うわ。で、このマップマジでな、どっち行こうか。ロングなんすよね。とりあえず左は。左ロングなんで、そのさらに左で行こう。左がロングになった。いたな、一人。地下から行こうか。彼が一緒に地下に来てくれたら、最高な。おお、なんで動いてないんだ、なんで動いてないんでしょうね。あ、センター盛り上がってんね。センター盛り上がってなかった、今。センター行くわ。おい、こんにちはっす。バッテリーダウン。はい。はい、こんにちはっす。チーデスなんで、よいしょ。細かいところでシラシラと戦っていきましょう。ちょっとショットガンだから俺、それいけるかでしょうね。いけなさそう。あぶねえ。今のはマジでショットガン、このドラゴンブレスじゃなかったら確実に負けていた。とりあえずこれ使って、補給させていただいて、こっちが来そうな気がするんだけどな。一人も来ないか。予想外。とりあえずこのマップはマジで立ち回りが重要になってくるんでね、ショットガンは。頑張っていくぞ。どう進めていくか、それに限る。脇が、うわ、センサーダートの音すんだけど。センサーダートで。バレてたよね、やっぱりね。まずいな、やっぱ。思いのほかきついぞ、このマップのショットが。まあでも、やれるとこまで頑張ろう。味方すげえ団子になってな。多分ね、これ初心者海外ロビーなんですよ。ロビーの雰囲気的には。なんで、強い海外ロビーではないので、ちょっと注意が必要だなーっていう気はする。センサーダート壊れたかな。ブロフェットを仕留めた。上にいんのか。上にいるやつやりいくか。いや、後ろにもいんのかい。マジでそこ人気すぎね。どんだけそこでみんな戦うのよ。そんなに正面戦闘が好きなのか。センサーだとどこすっ飛ばしてんだ。どこすっ飛ばしてんだ、センサーだと。なんか誰かキックされてんな。こいつやって、こいつもやって、多分リスは変わらんのよ。なんでちょっと奥に行こう。もう一度ね、もう一度奥に行こう。多分奥から湧いてくると思うんで。やつは終わりだ。これでこの前に壊しとこうか。リス変わってんのか、これ。変わってるくせえな。逆から行きましょう。いやー、どうですか、このマップ。ねって感じでしょ。まあ、SMG でも活躍できるんだけど、多少きついよねっていう感じのマップではあるよね。どちらにせよ。
どうしようにせよね、ここに弾置いてと。また地下から行こうか。じゃあ俺はね、なるべくこの地下レンジからね。UAV スタンバイ。あ、今いたよな。やれるそれ。やられてら。オッケーオッケー。ぐるっと回ってきましたよと。そこめちゃくちゃいるけど。そこ。UAV を要請する。あ、向こうが行っちゃった。あ、なんか後ろにもいるし上にもいるなこれ。上のやつやりたい。ありがとう。まあにしてもこの武器はあれだよな、難しくなったよな本当に。アーガスが登場したことによってすげえ難易度が上がった気がするわ。あの赤点がどっち来るからな。こっち来てくれればうまいんだけど。来てくれるかな。レーザーワイヤーを仕掛ける。どうよ。こっち来ない。来ないね。みんな正面行くんだ。サイドには一人も来ないっていうあれなのかな、縛りか何かなのかな。とりあえずあの人つけて、でこれで砂減りだね。とりあえず砂減りトマティス出ましたと。敵どこだ。いるよな、いるよな。ん、なんかいる。ナイス。リスは、あ、上にいるのか。上にいるわ。燃やしたけど今のはさすがに仕留めきれないと。俺はもうダメだ。やりきれてる。でこっち側から来てない。で下にいるけど、それあ下じゃなかった、全然上にいたわ。そう、あれはさすがに相手にできないんで一回引きまーす。詰めてくるかな。詰めてきてくれたら最高なんだけど、さすがに詰めては来ないと。むしろうわ、なんだなんだ、どっから撃たれた今。あぶねえ、あぶねあぶね。ショットガンの強み、それやれるかい。ナイスカバー、素晴らしすぎる。マンさんこれ出せるとこねえんだよな。あー無駄ね。マンさん出せるとこねえんだよねって言ってたら殺してくれた。なんかね、無駄に屋根多いんよこのマップ。なんか競り出てるっていうかさ、だからなかなかマンさんを出せるところがないんだよマジで。おお、びっくりした。貴様、貴様もショットガンか。危ないぜ、ベンデッタがいるぞ。そしてそこに一回回復して、あーまだ見てら、まだ見てら。あらいけねえわ。一回引きます。でなんかセンサーダートに追っかけ、センサーダートとかマインちゃんに追っかけられてるんで、ここで食らう。ここで食らうことによって、ここで食らうことによってほぼ無効かと。ほぼ無効か、ありがとうございますと。でこれリス逆か、今いたよな。あ、つけられてる。そんなことはない。どこ行った、さっきのやつ。どっか行っちゃったな。ナイスなヘリ、素晴らしいよ。さあ、マンさんのアサルトパック出して、2階にいるの、それやれる？なんや、そのすれ違い。燃えてくれ。うわぁ、何それ！あれか、あのオペレーターモード使ってるやついんのか。なるほどな、さっきから爆発してんのは何だろうと思ったら、そういうことだった。まあ、マンさんが、もう2人ぶち殺したんで関係ねえけどな。で、リスは多分こっちがめっちゃ抜けとるやん。めっちゃ抜けとるやないかーい。まあ、海外ロビーなんで、俺には関係のない話だわな。すまんな、片付けた。俺は関係ないんでこのまま行かせてもらうぜ。トリアージシステム。あぶねえ、今のバレかけさ。普通にやっぱ奥にいるんだよな。だああいうところ全く手出せないんだよね正直。正直ああいうところ全く手出せなくなっちゃうんで。あぶね、なんかスライディングできなかった。それやってくれるかい。無理か。いや一人はやれたけど無理ですね。二人目はさすがに届ききらねえわあの距離は。さあ家行くぞみんな。この UAV で多少やりやすくなるやろ。左側にめちゃくちゃ固まってんな今度は。行ってみる。そこはさすがに見られてそうだよね。上から行くか下から見るか悩みどころではありますか。ナイスターゲット、炙り出し、炙りそうめん。どこいるね。上にはいない。やっぱ下だなこいつら。こいつらやはり下だね完全に。いやマジ今のやれないの。それだから海外ロビーの弾当たりはよ雑なんだよな雑なんだよなマジで。まあ75キルチームレスマッチなんで最低30キルぐらいは行きたいとこなんだけどな。まあやれるとこまで頑張ってみるか。お、いるじゃんそこ。こんにちはす。気持ちよさそうですねその武器。うわ、なんか網置いてあるし、網置いてあるし、めんどくさ。このマップマジでめんどくせえわ。なんか謎すぎるんだよなコンセプトが。やっぱアーガスのがなんか格殺しやすくね。わかんねえけどそんな気がすんだけど、気のせい。うわすごい、すごい武器使ってるのね。燃やしたけど。オッケーオッケー、大丈夫やれる。ナイス、もういないかなさすがに。オッケーオッケーオッケーと思ったけどまだいたね。ちょっとさすがに、さすがに
あー外した。 SR 拾いたかったけど全然拾えなかったし、もな右側が今度熱くなってるね。そこで正面で正面応戦 しようぜ。仕留めた。燃えねえのかよこいつ。なんでなんだろうな、やっぱ焼夷弾弱くなったんだね。ドラゴンブレス、まあ、弱体化が入ったのは聞いてたけど全く使ってなかったから実感なかったわ。結構弱くなってるわマジで、そんな気はする。アーガスがやっぱ生えてんだな今の時代は。ダネって感じじゃない、アーガス映えじゃない完全に、だと思うんだけど。おい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 、ああさすがに気づかれるよな。やっぱ焼夷弾時間触るのがきついよな。そしてなんか俺が危惧してた通りの時間が来ちゃってるんだけど、みんな完全にやっぱりこのマップ、そういうことじゃねえかよ。危な、一回逃げるわ。はい、まあそんな感じですね、やっぱりこのマップ。まあ海外ロビーでそんなにレベル高いロビーじゃなかったから余計だったんだろうけど、まあ時間切れになるわなこれは。でまあ久々にモグ使ったけど、やっぱアーガスに若干食われた感あるよね。なんか焼夷弾時間差で死ぬからさ、まあ焼夷弾自体が弱体化したってのもあるんだけど、やっぱワンショットで仕留めきれないことが増えた気がするわ。うん、やっぱ今時のワンショットキルショットガンはアーガスの時代なのかもね。オペレーターもとも必要ないしね。ということでまた次回の動画でいたしましょう。コレスナーでした、お疲れ様です。おーつーとん最初させてくれ。よー上か、上に引っ込んでったな。まあとりあえずここに来れば絶対に当たる。危ない、危ない。オッケーオッケー、なんかもう一人奥にいた、危なすぎる。なんということでしょう、ここで強引に突っ込んでいくのが私のスタイルなんです、ごめんなさいね。